どうも、ブームマン TV のブームマンと、霊夢です。まあ今日は、ハンバーガーショップに来てるんですけれども、ハンバーガーといえばやっぱり、大食いですよね。どこがやねん。まあということで今回は5分間でハンバーガー何個食べられるかというのをやっていきたいんですけど。私らが大食いするの？本当はそうしたかったけど、俺たちの胃袋じゃしょぼすぎて動画にならないんだよね。ということで今回は大食いの大得意なスペシャルゲストを呼んできたよ。誰誰？ブルル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 ルということでね、今回は神の胃袋を持つと言われてる、業務に5分間でハンバーガーを何個食えるかという企画をね、やりたいと思います。業務にそんな特技があったのか。私はな、前にサメ1匹を丸飲みにしたことがあるんだぞ。バケモンじゃねえか。じゃあ早速、記録測りましょうか。よっしゃ食えや。じゃあ1個目スタンバイしますね。用意。スタート。いただきます。やべえぞこいつ、まるでハンバーガーを飲み物のように、捕食してやがる。余裕だわこんなん。何せ昨日から何も食ってなかったからな。腹が食い物を求めてるんだぜ。やべえ。ハンバーガーがどんどんヨウムの口の中に吸い込まれていくぞ。あれ？なんかもう限界になってきたんだけど、おかしい。昨日から何も食ってないはずなのに。やべえ。体が。ヨウム。ヨウム。しっかりして。ヨウムここは。そうか、私、大食いしてたら倒れたのか。それにしてもアホな企画だったな。ハンバーガー屋に来て大食いとか。ちょっとそこの君いいかな。はい、病院の方ですか。なんじゃお前いればわかんだろ、牛だ。なんで牛がこんなとこいるんだよ。お前、牛のくせに喋れるのか。ああそうだ、俺がお前に何をしに来たのか教えてやる。俺はな、今日お前に食い散らかされたハンバーガーに入ってたひき肉の亡霊なんだよ。嫌だから、今日お前が食い散らかしたハンバーガーに入ってたひき肉が、俺の肉なんだよ。いや知らねえよ、食い散らかしてねえし、ちゃんといただきますもしたし、本当なら全部丁寧に食べきるつもりだったんだが、お前まさか、牛の分際で命の尊さが分かってねえ、とても言いに来たのか。いや、そうだけど。お前ら大体命の尊さって何なんだよ。命なんて全部いつかは死ぬのに何言ってんだ。お前らだって草とか食って、命を積んでるじゃねえか。命ってのはな、食うと食われるの繰り返しなんだよ。俺やお前はその輪の中にいて、お前はそれに従って俺に食われただけだ。は、ならお前大食いとか抜かして命を無駄に食したよな。食う食われるって言ったって、それはお互いに生きるためにそういう輪ができるのであって、お前らの大食い選手権とかいうふざけたのはそれとは関係ないよな。生きるために最低限度だけの命を殺して食えとでも言いたいのか。お前の周りには、食いすぎてデブになった牛はいなかったのか。大体な、なんで俺は人間なのに他の生物のことまで気にかけなならねえんだよ。俺が大食いしようがしまいが、家畜のお前はいずれ殺される運命なんだよ。お前を刺し殺したのは俺じゃねえんだぞ。わかったら別の人間を当たれやバカ牛。うるさいうるさいうるさい。今日お前の前に現れた本当の目的。それはお前にも俺の苦しみを味合わせてやることなんだよ。何をする気だ。今さら公開してももう遅いからな、この罰当たりめ。なんだその光は。マジでやめろ。いやもうこの際謝るからごめんなさい。許してください。金輪際牛さんを食べ食べしたりしません。うわぁ。あれ？もしかして私、牛になっちゃったー。